TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE、クリス・ペプラーです。今日はなかなか喋りづらかったですね。 なんて言ったって唇が結構ぽってり腫れてるんです。どうしたかというと、あんまりかっこいい話じゃないんですけれども、ちょうど僕がよく演奏するバーがあるんですよ。で結構疲れていて寝ちゃったんだよね。そのハイチェア、ハイスツールってあるじゃん、結構高いとこの。そうだよ、だから何1メートル2、30ぐらいの高さに腰掛けてるわけじゃん。で寝ちゃってそのまんま顔面から落ちてさ、でそう唇バーンと打って、で何回か落ちてんだよ俺そこで。もう大丈夫かなと思って、それでなんか手ぬぐい、おしぼりかなんかやったらもう口の中も切れてんだよね。で口の上の方を触ってみたら血が出てんだよ。でこれついに貫通した、歯で貫通したのかなと思ってさ、唇が。そんなことはなかったんだけど、で腫れて、でそのまんま顔面に落ちたんで、まず口に当たって、それで口の中と外を切って、であと眼鏡かけてたんで、眼鏡ちょっとバーンって当たって、今ちょうど鼻の上の部分もちょっと青たんになって、まだ腫れてんだよね。だからちょっと、いつもよりわし鼻、いつもよりわし鼻で、ちょっと唇もぷくっと、ちょっとカイリー・ジェナー状態になっているような感じなんですけど、でも別に何も打ってません。本当にこれ自然バレみたいな感じで、そうなんだと思って。で、なんか次の日なんか、ジムのクラスあるじゃん、グループレッスンみたいなやつ。あれ結構今ハマってんだよ。で、うちのかみさんがバカじゃないの、そこ行くのそんな顔でみたいなこと言われてさ。でもそうなんだよね。でその日は行かなかったんだけど、でパッてネットで調べたら、実は運動すると腫れが引くなんだって。だってほら筋トレとか運動すると成長ホルモン出るじゃん。で筋トレって何かっていうと、いわゆる筋肉組織を破壊するわけじゃん。でそれをまた修復するわけでしょ。だから体を治癒するいわゆる養分というか酵素なのかホルモンなのか分かんないけどさ、それがすごく分泌されるわけよ。で昨日行ったんだよジム。そしたらジムそのクラスやった後によく入ったら、やっぱり腫れがちょっと引いてたな。なのでちょっと今日はブブやたらブル音が多かったような気がするんだよ。なんかやたらもう唇が腫れてっからさ、なんかしゃぶるブルブル、なんかこうケロケロボニートっていう時もなんかうまく言えなかったりとかちょっとしたりとかしたんだけどさ、まあそんな話を置いてきまして、まず今日はそれが8月13日、誰が呼んだか J-WAVE の日だったんだよね。でも取り立てで別に何もしなかった。まあでも8月13日813。それでは最新の J-WAVE の日にお届けしたトップ5です。おっと、5位はチャーリー XCX ボーイズ。サマソニー来日直前にオンエア好調で先週28位からトップ5入り。4位はウーバーワールドデサイデッド、ニューアルバムタイクーンのセールスを稼いでいきなり4位に初登場。3位は岡本ズ 90s 東京ボーイズ。オンエアに加え、こちらもニューアルバムノーマーミュージックのセールスが加算され、先週45位から一気にトップ3入り。おっと、2位は王座陥落、倉田圭介若い広場。一周殿下となりましたが、ニューアルバムがリリースになれば巻き返しなるか。ということで最新の TOKYO HOT 100、 1位が変わりました。桑田さんから1位を奪取したのはカルビン、帰り咲き。サマソニー直前およそ1ヶ月ぶりトップに帰ってきました。キャルビン・ハリス featuring フォレル・ウィリアムズ、ケイティ・ペリー and ビッグ・ショーン、Feels。 はい、いかがでしょうか。次回放送は8月20日100曲カウントダウンに加え、ゲストはケロコン・ボニトが登場。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100.